そして磯村さんはマリア役のステファニーさん監督とカンヌでの公式上演に参加されたということで、はいね、先ほどもあのその時の上京監督がお知らせしてくださいましたけど磯村さんからご覧になったこうあの初めてご覧になった人たちのこう周りの反応というのはいかかがででしたかそうですねあの自分がこう出演している映画を海外でこう上映をしてであのエンドクレジット 本当の時にこうもに拍手をいただきながらスタンディングオーベーションをいただくっていうのは人生で経験したことがなかったのでなんとも言葉にできない感動を味わいましたしあなんか映画ってすごく魅力があるんだな映画ってやっぱ愛していきたいなって自分自身もすごく強く思いましたしあのなんかすごい素敵でした。<laughs> 作品もそうですけど やっぱだろうな上映の,その映画が始まった冒頭に、えー、配給会社だったり映画会社のテロップというかそういう名前が出るんですけどそれに対して一つ一つに皆さん拍手するんですよね、それって日本で僕は見たことないなと思いましてなないねそそう,いうので、ね、ですすよよんやっぱ作り手に対してもちゃんと尊敬してたたえているっていう姿が素敵だなと思いました、ねはいはあ、素敵ですね。うん